杉田智和アジルスチャンネル。これなんだかわかる？そう、1990年スーパーファミコンで発売しましたスーパーマリオワールドです。これは私物のサントラです。これ大百科ってやつで、割とあらゆるマリオが入ってるやつなんだけど、これ買っといてよかったわ。あと一番聞くのがね、この任天堂スーパーファミコンゲームミュージックって、これアレンジが1から5まで入ってて、レッドキャニオンのアレンジが好きです。これ車でねかけるとねテンション上がるんだよね。テンションが上がるからといってね、僕はそのつまらないぐらい安全運転なんで、そうなんだよな、あんまりその車の動画とか向いてないなと思うんですね。普通なんだもん、趣味っていうかやっぱ移動のための手段なんだよね。とはいえこのマリオでございますよ。これで遊んでみようかな。今いい時代になってね、スーパーファミコンミニっていうのがあるから、お手軽に遊べるという。きた、この色の違う果物みたいなやつどこにあるんだろうなって。またもやピーチが姿を消した。こいつはきっとクッパの仕業、ほぼそうだってね。違うんだよ、ピーチはさ、何かこう危機的状況に自分を置かないと愛されてるっていう実感がないから、自分からクッパのもとに行ったんだよ。事前にやっぱりそのクッパとマリオも裏で握り合ってて、おほう、もしもしクッパ、そろそろピーチのやつがそっちに行くから、あとよろしく。わかったぜ、マリオ。難儀な女だ。って、あ、来た来た。ってなってね。私は、愛されるより愛したいのよ、よ、よ、よ。あ、はい。じゃあ、息子たちも協力してくれるっていう。じゃあ、ここにいてください。ってね。いや、とんでもねえ女だ。いや、クッパがいいやつだよ。息子たちも協力的なんだよね。で、今回登場したこの、今回から出てきたこのスーパードラゴン、スーパードラゴンって自分で言うからね、自分でスーパーって言うんだって。駅のホームですっぽんぽんと。このヨッシーとともにね、無口になるな、やっぱゲームしてるとずっと喋り続けなきゃな。よしよいしょ、こうやって吸い込んで、赤い甲羅はなんか辛いんで炎が出ますっていうね。これで起こしそうになってもヨッシーからパージすることによってマリオは助かるというね。申し訳ないが、お前といるのはここまでだってなってしまうけど、そうはさせん。よいしょ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ファイヤーフラワーも取っておきましょう。よいしょ、懐かしいなぁ。ヒゲのおじさんが主人公のゲームって結構出てるんだけども、例えばメタルギアとかもそうだけど、うん、なんか名作が多いよなぁ。あとはあのラストオブアスって僕大好きで、うん、ジョエルさん、エリーが漫画本かなんかを拾って、あのダジャレ言うところがあって、頭きてなんか発砲しちゃったことあるんだけど、ダメだね、この時言っちゃね、本当にね。エリーは助けなきゃって、ハンちゃんに怒られたことある、それ。ひどいって言われて、ああ、泣いてる子供のために、次、ジョエルはちゃんとやるからな、ごめんなってなったの。ほんとね、あのダジャレが許せなかった。なんでもない。さあ、水中ステージだ。じゃあ、替えのフラワーを取っておきましょう。スーパーマリオはね、当時いろんな展開してて、うん、例えば実写じゃねえや、実写の映画はもっと後だな、うん、ハリウッドであったんだよね、スーパースコープと一緒に出てきたやつ、うん、アニメ版っていうのがあってね、クッパ大王の声が和田アキ子さんがやっててびっくりしたんだよ、でもなんか迫力があるから、なんとなくクッパこういう子なんだっていう子供心に刷り込まれたんだけど、ね、懐かしいな。マリオのさ思い出っていうと、あとヨッシーの声だよ、うん、ある瞬間から声が
サザエさんの花澤さんと同じ声になって、最初はヨッシーのクッキーの CM の時に、あのゲームボーイ版も出たよっていうのの時に、なんかちょっとこう高めの加工したような声でゲームボーイも出たよっていうような声だったのが、ある時は急にゲームボーイも出たよって言って花澤さんの声に変わったのね。いやヨッシー声変わりすぎだろってなってね、あこれからはこれが公式の声なんだなってよく覚えてんだよね。あ変わりすぎだろお前って、ね、やっぱ子供心にやっぱ声変わるってすごいショックなんだよね。慣れないっていうかさ、まあ、仕方ないのよ、仕方ない事情はあんの、うん、俺ツルピカハゲマル君のアニメがそうだったよ、うん、あれ仕方ない事情だったんだよね、うん、塚瀬のり子さんはあの主題歌も歌ってたからハゲマルの声のまんま、うん、違和感がやっぱすごくてね。でやっぱ主題歌まで歌えるって、歌がうまい主演声優さんってやっぱすげえなってね。俺は僕はあのアニメドラゴンクエストで後期オープニングで急にあのアベルが歌い始めた時に、アベル歌までうめんだってね、あったなあ。あと地味に好きなのが、本人はなんか恥ずかしがるんだけども、桜井さんがカバーするあのガッシュベルの主題歌かさぶたってやつ、清丸ってば歌はうまいんだなって、でも恥ずかしがるからあんまり歌ってくれないって。桜井さんね歌好きなんだよな。昔セイントビーストっていうのに出てて、あのキャラソンがあったんだけども、桜井さんのやってるシンの永遠の愛は刻まれるっていうのがすげえ好きで、カラオケで一人で練習したことあるんだよな。声高いんだよ。おこれひどいね、クッパさんとこの文系を爆破したわけだからね。 Thank you って言ってるけども、これもあの予定調和だから、うん、話し合ってるから。これで美味しそうなドーナツ部屋に旅立つのでありました。今頃クッパはねお腹が空いたって言って、あの灰皿とか投げてくるあのピーチに手を焼いてる頃だと思うんだよね。早めに助けに行きましょう。最短で行くからな、今行くから待ってろ。昔あの窓から逃げる漫画家の先生が言ってたあの名言があって、あのラスカルの主題歌の替え歌で神様ありがとう、元の歌詞は僕に友達をくれてないんだけど、僕に仕事をくれて追加のね、神様ありがとう余計いいなことをしやがってってなって、今行くから持ってろって言ってスネークの声で言ってるのそれって確か原稿、修正の原稿を取りに行ったんじゃないかな、編集部。大変だな。危なかったね。マントをくれ。よいしょ。マントは強いんだよ。こうやって相手に攻撃だけで飛んだりもできるんだね。厄介なブルーもこの通り。これ消せるんじゃないかな、弾を。よいしょ。こんなに回ってない、目回らないのかなって。さすがマリオさんやで。よいしょ。もう一回飛んどきましょう。これね、隠しルートっていうのがあって、今一瞬鍵が見えたと思うんだけども、あれなんだよね。すまん。これまずいな。マントを取りに帰ります。んすまん、一回戻ります。しょよくやるパターンだ。てれてて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 、なるのは良くないな。マリオの思い出はね、パキッとみたいなね、あの型抜き遊びに近いんだけど、そういうチョコレートが出てて、自分でこうキャラの形にうまく割ってくり抜いてねっていうのがあったんだけども、うち帰ってね勢いよくさあやるぞって開けたらもう割れてたの。なんか最初からあれってなって、
しいな。ちょっとブルと一騎打ちするか。よいしょ。で、普通にクリアするんじゃなくて、この隠しルートが開く鍵で行きます。さあ、水中ステージです。この赤いポッチみたいな、あのドラえもんのパーツみたいなのが隠しステージ、隠しルートがある証です。懐かしいな。マリオはね、でもマリオ3、マリオワールドも好きなんだけどね、3が好きかな。ファミコン版のあれなんか数えきれないぐらいの隠し要素があって、よいしょ、コインの枚数で何枚獲得したかでこう隠しアイテムが出てくる。あの宝船とか、あとはよいしょ、アイテムくれる敵と、あ、これでちょっと、はいはい、じゃあやっていきましょう。何やってんだ大久保。よいしょ、こうやってね、特に意味はないんだけども、よいしょ、これこのダンジョンのステージで、よいしょ、さあ一緒に降りよう、一緒に。コーラとどっちが早い？コーラの方が早い。このダンジョンのステージでね、ヨッシーになるとね、なんかあの太鼓のリズム隊が追加になるんだよね。どんどこどんどんどんどこどんどんっていう、ね、どこに太鼓が入ってんだろうなって思ったけど、あれどこに入ってんだろうな、ヨッシーに内蔵されてるんじゃないかっていうね。その蔵のところを開けろっていう漫画が昔あって、見してみろって言って、スーパーマリオ漫画もあったな。こうやってね、ビート板感覚でね、Pスイッチを持って、よいしょ。やるね。さあ、魚が寝てるうちに、ギョッ！さあ、2度目の鍵を開け、行くは、お、なんか別の。隠れ屋敷って。そっか、誰の隠れ屋敷なんでしょうねっていうね。しょ。そう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 。これ漫画であったな。あ、テレサテンだって言って。何にわかるんだこのネタって思ったけども。そう考えるとマリオの漫画結構面白いな。懐かしいな。なんか攻略も兼ねてたりとかするから。これスライディングで滑るやつだと確か倒せたような気がするんだけどね。無理はしない。テレサは対面すると襲ってこないんでね。ファンの二次創作でクッパ姫みたいなの流行ったね。キングテレサ姫と、うん、俺はでもそんなに邪道だと思わないの。私は別にいいんじゃないかなって。よいしょ、よいしょ。さあこれをね取って飛びます。やっぱ記憶通りだな。これでピースイッチ踏むと扉が出てきて、でかいキングテレサ姫とがっぷり4つよ。さあ来い。あれ、なんか雰囲気変わった。あるある。このお化け屋敷ステージとあの砦ステージはね、ヨッシーがついてこないんだよね。ヨッシーお化け苦手なんだっていうのは分かるけど、なんで砦は来ねえんだろうなっていうね。いや自分無理っすわって。いやね、それはねやっぱり裏で奴ら握り合ってるから。人数差ができるとちょっと
クッパさん側に悪いんで、お前言っちゃダメだ、俺はやるよっていうね。そう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 、かっこよかったな、あの戦国大戦の琉球王みたいなやつ、あんたが言っちゃダメだ、俺はやるよってやつね。かっこいいんだよね。普段はおいわかじゃーんって言って、なんかルパン三世みたいに撤退するんだけどね、急にいい声を出すって、ね、やっぱ戦国大戦とね、ロマサガミニトレルソングに出てる岡野さんは、ね、輝いてんだよね。ゲラハ好きって言うと、たまにゲラハやってくれると嬉しいぜ。さあ来た来た来た、おっ暗い、あダメだよっよっ、はい、貸しました。これで勝つと、なんと隠しステージであるスターロードへの道が開きます。よいしょ。最初来た時びっくりしたけどね、これスターロードで、その真ん中にあのポコンって出っ張ってるのがいるんだけども、あのてっぺんのところに実は別のスペシャルステージっていうのに行けるワープが最後開くんだけどね、あれね、あのオープニングのステージに行けた時はあれ嬉しかったな。よし、これはクリアしましょうかね。一見すると何でもない、ただクリアするだけなら楽なステージに思えるんだけども、こうやってね鍵を使ってクリアすることにより正しい道に行くと。でこれどこに行くかっていうと、こうやって各ステージの、ああじゃあバニラドームの中にはスターロードがあるってことでいいんだなって。よし、さあ次なんだ、かっこいいよね、ネイティブスターっていう。さあ水中ステージです。お、青ヨッシー君だ、ちょっとまだ子供なんでね、お前をビート版にしていくわ。よく考えてみたらすげえ図だよなこれもな。あ、大きくなっちゃった。よいしょ。ちょっとプランニングがずれた。ここでね、本当はね、スターを出してるときにね、サラで出ると。よいしょ。やっぱりスター。もう一回スターが。ちなみにこのスターを子供ヨッシー君に食べさせると一発で成長するというね。よいしょ。とっ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 と。さあ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 。お、後ろからついてくるとよ。競争だ競争だ競争だ、よし踏んだって、よしよしよしよいしょ。鍵はね、食べて飲み込まないうちにこうやるとよしでも開けることができます。次なんだっけな、あのジュゲームが襲ってくるとこじゃないかな。駅のホームです、ポンポンと。アイスブロックで、よし待ってろよ、よいしょ、あれよいしょよいしょよいしょ。ふう、今杉田さん雲を乗れなかった時に二段ジャンプしたけど、運よく乗れたらヨッシーだけ捨てる形取ってませんって、気のせいだよ。しょうがない、ちょっともう一回ヨッシーを回収してきます。悪いねヨッシー、よいしょ、 OK。 マリオっていうと、まあスーパースコープってね、あの実写版に出てきたやつ、あれも結構体を使うんだよな。あと思い出があるのはマリオペイントかな。やっぱ絵がそんなに上手くなかったけど、頑張ってね、あれな、描けるような気がするんだけど、幻だったよ。上手い人はなんかもうスタンプでドット絵みたいに作るらしいからね。僕はね、お家でね、あの、
誕生日ケーキの塗り絵にね、悪夢のような装飾を施したぐらいかな。詳しくはエンカウントを見てください。あ、見れないか。悪い悪い。そのうちマリオペイントやるか。いやー大変だよあれは。誰と会話してるんだ。こういう独り言がね、家にいるとね、多くなるんだよ。ほんとひどいね。よしよしよし。でも本来だったらこの世界にある色ブロックをこううまく開けてここ行くんだけどね。よいしょ。 OK。 さあここに来たのはね、他でもない、なんとやっぱり裏で握り合ってたんだよこいつら。なんとクッパくんのお家の真横に出てきました。やっぱりか。もう帰りここ使って帰りゃいいから。今後ろに飛んでるでしょ。なんかおいおいマリオ、ここだ、助けてくれって両手広げて後ろで助けてってやってるでしょ。多分今頃ね、またピーチが大暴れしてくる頃だと思うからね。そうそうそう、やめてくれって。ああ完成した。あの昔ね、あのルービックキューブみたいな感じで、ね、立体パズルっていうのを売ってて、欠点は無理に曲げると壊れるので、バキって今頃ピーチが割りまくってる頃だ。よいしょ、じゃあ行ってくるから。よし、気をつけてね。行ってくるよ。さてと何番だっけな。2番かな。あれよ、金網の政治は比較的楽だからな。こいつで行かしてもらうぜ。裏でコソコソしてる亀さんは殴る、殴る、殴る、出す。じゃあ次だ。確かこれは、はじまんがアメフト野郎とギャップリ四つ。出す。そううまくはいかない。うまくいくんだよな。多分ピーチが電気壊しちゃったんだよね。お、よくあるやつね。よいしょ、すまんね。お、メカコクッパがいるぞ。この黒いやつは何なんだろうな。部屋のススかなんかかな。よいしょ。エーペックスやってて、仲間のトメ君っていうのが、研究所かなんかにいる恐竜に黙ってシャッカーをぶっ放したのね。音出るからすぐ先行ってって言ったら、いやなんか邪魔だと思ったんで、って言って、トメ君はやばいんだよな。違う時なんかテルミットグレネード投げてたから、どんだけ恐竜に対して憎しみが。おしゃ、お前の弱点はこれだ。よし、2発当てましょうね。よいしょ、外した。お、もう一回来るか。寝ろ、外れた。よいしょ、よいしょ、仕方があるね。すぐに戻ってくるからな。これね、すごいと思ったんだよ当時。スーパーファミコンのね、回転拡大機能といいますか。帰ってきた、帰ってきた。すごい動きだよな。あれだって、ヘルプって言ってるのは、クッパの声だからね。下で思いっきりピーチ押さえてるから。箱乗りしようとしてるところこう。いや、今やると落ちちゃうから、落ちちゃうからっ て, 言って。じゃあ、代わりにこれ落としてやるって。危ないわ。鉄球攻撃か。だがスピンジャンプで難なくクリア。カズ、もうカズ以外に言うことあんのかってな。よいしょ、よいしょ。カズは自分の役だから、ね、なんかメタルギアソリッドにハマってるウサギさんにピースウォーカープレゼントしたんでね。これが過去に
から未来につながる物語ペコよって言いたいからね。よいしょ。箱乗りするわ。ダメだって、ちょっと落ちますから、うるせえ、やらせろ。これね、ピーチが下でね、思いっきり暴れてるんだ。おらおら、早く倒せ、マリオ。あ、しまった。盛り上がってまいりました。切り立ってきたぞ。おいしょ、おいしょ、おいしょ。いで。ほっ。じゃあ、この演出もクッパが考えてるからね。これ小さくなると、なんか、おねしょだみたいな、一部に強力の層がね、強力に指示がある層がね。はい、これで、今度のマリオの冒険は終わりです。早かったな。ヨッシーの仲間も加わって、ピーチと楽しいバケーションが再び始まります。この点々点が意味深なんだよ。これ下で必死に今クッパが上げてるから。このドヤ顔よ、ピーチの。すごいドヤ顔だな。スコーピオンって海外ドラマ吹き替えてましたけど、ヒロインのペイジのドヤ顔がやばくて、ウォルター私歌なんかみたいなシーンでめっちゃ歌ったらうまくて、その後のドヤ顔がすごい、なんかこう家でチェックしててこの野郎ってみたいな、ね、ウォルター役のエリス・ガベルさんもなんか歌手でもあるらしくて、歌めっちゃうまいのね。歌うぞ、歌うかも、歌うぞ、原音近いのにしかねえって必死に抗議したんだけどね。小林早苗さんはなんかもうなんか歌うまいから、もうページは OK が出てるんでどうしますって言われて、なるだけ原音でって、ね、出したことないぐらい低い声でこう応対したけども、まあ、結果ね、原音を使うことになったんですが、すごいよみんな、なんで簡単に歌えるんだろう、ね、これいつの間にかこうマリオが大きくなってるのはね、謎の力が働いてるんだね。卵のまんま動けるんだよね、子供ヨッシーたちはね。いやー、これがマリオ最速クリアってやつなんだけども、まあ途中やられてみたりあえて落ちてみたりもしましたけど、やっぱ面白いよ、うん。スーパーファミコンミニにね、あの別のマリオのゲームも収録されてますから、ヨッシーアイランドみたいなやつかな、あれ当時遊んでなかったんだけども、今やったからこんなに面白いんだってね。あと忘れられないのはスーパーマリオ RPG よ、うん、スーパーマリオ RPG って上がるあの CM ね、うん、スクエアが開発なんだよ、うん、だからあのとあるところでね、ファイナルファンタジー4のボス戦の曲がかかるんだけどね、あれ原曲引っ張ってきてるんじゃなくて任天堂側のサウンドチームが作ってるんだよね。あ、すごいんだよな。ピースウォーカーの話さっき出ましたけど、あれのコラボクエストのモンスターハンターのミッションはね、あれカプコン側のデータ流用じゃなくてね、コナミ側が一から作ってるって話だからね。すげえなあ。さあ帰ってきました。一生懸命お祝いよ。さあ生まれるのも予定調和。テレッテレッテシャギューって、うん、そうよ。さあ頑張った人たちリストです。いたっけお前っていうね。いやいや最速クリアだからねっていうね。さあ綺麗にエンディングを見て終わりましょう。やっぱね曲がねいいんだよね。うん、またサントラで聴きたくなってきたな。昔思い出すな。インディーだったなあの名前な。サングラス好きだよね。はいはい。のこのこのね、甲羅の色でヨッシーの能力が変わるんだよね。頑張ったなみんな。ウンババって溶岩から出てくるやつね。音が割と激しい音がなる。バーッみたいなね。さあ、水中ステージでーす。
そう、アトミックテレサって名前だ。そうだ、でかいやつ、かっこいいんだよ名前が。はいはい、マリオ3のすごいなんかこう追っかけてくる太陽が怖かったな、うん、ダッシュで行ってあの竜巻かなんかに乗ってハイジャンプができて。そうそうそう、あとはタヌキスーツ、カエルスーツ、うん、あったな。マリオ3もそのうちやりたいね。やっぱアレンジがいいわ、うん、やっぱメカクッパで合ってた、よかったよかった。協力的な子供たちね。終わりました。ルイージどこにいたのっていう、ね、うん、後ろでしっかりねマリオとルイージのねケツをつねってるんだよね。ピーチは私のヒロインよ、当然センターよっていうね。怖いわ、女の人って怖いね。みんなも身の回りにピーチ姫みたいなのがいたら悪ノリにこうしないことです。付き合わないことが一番みんなの周りにいる悪いピーチ姫たちに効果があるんじゃないかって。え、そんな簡単には従えない？従うんだよ。ありがとうございました。だがしかしのイベントでもやったんですが、酸っぱいレモンに御用心をやって終わろうと思います。よし、どこの部屋にいる撮影アシスタントの陣野くんと撮影してる朝倉ブルーと分け合おうと思います。はい、どれがいい？朝倉そこね。はい、陣野くん、はい、僕が中でいきましょう。酸っぱいレモンに御用心。僕は酸っぱい方が好きなんで、ある種どれも当たりって、ね、美味しい、ご立派。